で正直なところ自分の技術がやっぱ年齢によって衰えていくのを感じてて、で武蔵島さんも言ってました、37歳くらいからなんかも、うん、やっぱねその年齢には勝てないなと思いました。協定フリーダムでは現在、協定で稼いでる方法を公開中。協定が好きな人も、協定を知らない人も、簡単に取り組める方法だよ。俺はもともとサラリーマンで、辛い日々を送ってたんだけど。その後、稼げる方法に出会い、人生が急上昇。俺と同じで、社畜から抜け出したい、脱サラしたい、稼ぎたい。そんな人のためにも、稼いでる方法を公開することに決めたんだ。詳細は、動画の概要欄をチェックしてね。